夜も更けて内緒話にはちょうど良い時間になりましたね。わざわざ用意などしていただかなくても、私は逃げたりしませんよ。もうそれなりに長い付き合いじゃありませんか。未来を想像するの、今までは考えもしませんでした。戦うことに必死でしたから。それに未来を考えても仕方がないと思っていましたし、未来とか将来に思いを馳せることがこんなに心を軽くするなんて、なんで知らなかったんでしょう。いえ、なんで忘れていたのでしょう。自分の短所と聞かれると返答に困りますね。あなたから見てどうでしょう。確かにそれはわかります。会話が堅苦しくなりがちですし、自然と肩に力が入っていたり、解消方法を考えればなりませんね。え、そういう考え方するのがすでに真面目？なるほど、むむむ。もっと感情を表に出すべきと。それはできなくはないですが、でも想像してみてください。私がキラキラ星のようにはしゃぐのを。お兄ちゃん楽しいね。もっとずっと一緒にいよ。やめた方がいいと思います。向き不向きというのがありますし。あなたからそう見えているのならそれは嬉しいことですね。でも決して私は完璧ではありません。自覚していない短所もたくさんある。だからあなたにはしっかり私を見て知ってほしいです。長所も短所も把握して、私の知らない私を見つけてほしいです。もっと知りたいです。自分のこともあなたのことも。このまま永遠に話し続けてしまいそうですね。このぐらいにしましょうか。私は我慢もできますし、自制心もありますから。褒めてくれてもいいんですよ。でも次のお誘いはなるべく早めが嬉しいですね。